いぐるみなのに。さらに、コウメちゃん、来たがってるコウメちゃんが。ぬいぐるみを攻撃。コウメちゃん、ほら、話して。そんな、嫉妬こたつでツンデレなところが魅力の柴犬。柴、いいよ。言うことだって聞いてるんですか？ちゃんとこう、まあ、しつけれてないというか、言うこと聞いてるイメージが一つもないんですよ。それはもうお前はもう洗脳されてるわけよ、俺の、ミクと俺に。ミクと俺に洗脳されてるんですか？できる感じだけどできないっていうのはもう計算でやってる。そういう子よ、この子。できるんですか？できる、何でもできるから。じゃあさ、もう芸見せるか。じゃあそんな言うなら。言ったやつ、小川さん言ったやつ、俺一言も。小川さん、ミカ、ミカ、よし、ミカ、ミカ、ミカ、ここです。来た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 。お母さん、すみません、ちょっと場所調整してもいいですか？お母さん、ほら。